今回はストーリー第11話のこれ第2次スーパーロボニャン対戦、これスーパーロボット対戦のパロというかもじった感じですよね。ロボニャン28号とバトルします。未来のステージですね今から行くの。とりあえずこのロボニャンとか倒していきます。あ、アタッカーの風魔ザルで片付けときましょうか。なんかロボニャンって基本タンク系やからガードしてるとき攻撃しても全然攻撃っていうか HP 減らないんですよね。ガードが落ちたところを攻撃って感じかな。ゴルニャン、ほらゴルニャン全然 HP 減らへん、ガード中。ゴルニャン増員ですね、敵が。ロボニャンが増員。必殺技いっとこう、フーマライデン、バヒンバヒンバヒン。よっ、ロボニャンってすればゴルニャンもやけどロケットパンチあるからな、それが厄介なんだよね。離れててもロケットパンチがあるからね。とりあえずアタッカーを攻めまくり、ヒーラー頼りで他力本願でちょっと攻めまくり。残りロボコマぐらい。あ、ロボジーもゴルニャンも続々と出てくるな、ロボ妖怪。まだ残るはゴルニャン。お疲れ様。でも28号さんどこにいるんだろうと。いよいよ28号ですね。ターゲット補足。あ、やば。ロボニャン28号って基本鉄人28号のなんかパロやけどやたらかっこいいんだよな。ツインガトリング砲もあれば後ろ向きに攻撃してきたりもするからな。あ、やべ、配置立ち位置が難しいんだよな。デストロイビームか。やべ、とにかくミサイル撃ちまくりなんだよな、ロボニャン28号。確かロボニャン F 型の進化バージョンらしいけど、進化しすぎだぞこれ。デストロイビーム超電動 Z デンジャー。で、それビームの時に攻撃。あ、まだ超 Z デンジャー。よっ、
これどっからの攻撃が一番いいんやろうな、ほんま難しいな。腹巻きミサイル、お電動猫パンチ、なんかこんだけ、あやば、苦戦してます、してます。あどこだ、これだ。タイムリミットが短い、あと20秒でいけるかな、あと14秒厳しい、いけるかな、あと10秒、急げ、あと4秒無理か、あギリギリいけた、いけた、あいけてない、いけてないのか、ギリギリアウト、惜しかったな、マジ一人でやるの大変やこれ。あさっきの4つとも止めたらこのロブニャン28号停止状態なんねんけど、一人じゃ厳しいっす。あフユニャン、俺たちのガスで元に戻してる、なんとか。ちょっと必殺技行きたいな、あ超デッドデッドデンジャー、なんかツタヤみたいなやつあるけど何これ、スヤタなんて書いてんのよ、ツヤタツヤツテって書いてんのかな、ちょっと気になるなこれ、そういう場合じゃない、ツテじゃなくてツヤタツヤタですね、紛らわしい、なんか街未来の街並みがなんかちょっと気になり始めてるけど、そんなん言ってる場合じゃない、言ってる場合じゃない、やばロボニアン28号 HP 今3分の2ぐらいか、やば、あ食らっちゃうかも、大丈夫か、必殺技そろそろ生かしていた、あれまた飛ぶん、飛ぶねこれ、なんかモスバーガーみたいな、もぐもぐバーガーの未来のやつかな、これユニクロかと思ったら、何これタロクロかな、白黒、ユニクロならぬ白黒、ブックオフならぬブックオン、小豚銀行もある、ちょっと止めれないよな一人では、一応止めに行くけどこれ難しいよな、なんか1個止めるのにやっぱ5秒ぐらいかかるんだよなこれ、あと3秒、ギリ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 アウトよっ、必殺技いきまーす、風魔雷電、うんうんやるな言うてる、未来のステージちょっと街並みがすごい気になる、他にもいろいろありそう、春恋学習塾、うーん、なんか妖怪ウチバスターズのマークもあるねんなあれ、あ G 玉、 G 玉ゲット、あやば、ハゲロチやば、後ろからの攻撃いいよっ、あこれ早くてほんま避けれないよな、あロボニャン登場、増員っすね、ヨロズマートもある、未来のこれおしゃれ、腹巻きミサイル、そして B ボルト、やべ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 、おにぎり食っとこ、
これあと 1,2 発ちゃうんかな。後ろから攻撃させていただきます。離れてるな、だいぶ。ラスト攻撃ぐらいちゃう、これ。でや、やった。苦戦するわ、ロボニャン28号。背景には白黒、ブックオン。ちょっと街並みが面白すぎるな、これ。鬼玉は黄色で、セーフモードに行こう。あ、私は今は何を。28号さん、元に戻ったんだね。5500か。でか。現代に帰ってこい。帰ります。報酬の鬼玉何ポイントぐらいだったかな。ちょっとこの辺スキップで。鬼玉が6838、そしてクリア報酬4000。あ、一気に1万ぐらいいくんか、やっぱ小当たり。はい、お疲れ様です。